チームの特別賞はスーパー GT とスーパー耐久で G ステーションフレッシュエンジェルズを務めた宮本理央さん。新人部門準グランプリはスーパー GT で KT ハニーを務めた小島みやびさん。そして新人部門グランプリはスーパー GT でパシフィックフェアリーズを務めた林ゆめさんです。新人部門の投票はすでに昨年の7月のイベントで行われましたが、受賞後のお話を改めてこの会場でお聞きしたいと思います。それではまず宮本さん、新人部門受賞してからいかがでしたか？はい、新人賞というのはレースクイーン1年目しかできない参加のできない新人ことね、新人賞 でそこで、特別賞という大きな賞をいただけて本当に嬉しかったです。新人賞はサーキット始まってすぐに投票があったので、その時はまだ私のことを知らなかった方は多分たくさんいたと思いますが、今着ているこのコスチューム、 G ステーションフレッシュエンジェルズの一人になれたからこそ、たくさんの方に応援投票していただけて、特別賞を取ることができましたので、本当に応援してくださった方々には本当に感謝しています。ありがとうございます。ありがとうございました。では続いて小島さん、いかがでしたでしょうか？受賞した時は本当に信じられないっていう気持ちが強かったんですけど、それから半年以上経った今、予想以上に反響が大きくて本当に頑張ってよかったなっていう気持ちになりました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後に林さん、お願いいたします。はい、私はレースクイーンになってまだ右も左も全然わからない状態のスタートだったんですけど、本当にたくさんの方々に応援していただいて、チームのみんなにも支えていただいて、こんな大きな賞をいただくことができて本当に嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは皆様、グッドライド日本レースクイーン大賞2018新人部門各賞に輝きましたお三方に大きな拍手をお送りください。宮本理央さん、小島みやびさん、林ゆめさんでした。これからのますますのご活躍お祈り申し上げます。